どうもこの動画では USC300 号の感想を話していこうかなと思いますまあねなんだかんだすごい盛り上がる工業というか、うん、熱い工業になったんじゃないですかねオーストラリア大会かでこの動画ではね事前に予想していた5試合ジュニア・タハ対バルター・ボーカー対トゥイバサ対ジャルジーノ・ホーゼンストライプマテウス・ガムロット対ダン・フッカーカイカラ・フランス対スティー・ベールセ・セグでドリカス・デュプレシュ対イスラエル・アデサーニャ の5試合について話していきます。じゃあでも早速いっちゃおうかってことで、まず1つ目がジュニアタファー、サスバルター・ウォーカー。まあジュニアタファーといえばね、雷陣でスダリオ強しをぶっ飛ばしたことでお馴染みで。で、バルター・ウォーカーはあのジョニー・ウォーカーの弟ということで、まあタファーのもね、お兄ちゃん、ジャスティン・タファーがいるんで、もうすごいよね、重量級ファイター兄弟というか。ただでもまずね、この試合最初に見て思ったのは、ウォーカーがでけえなってことで、 うん、でかかったよね、とにかく。ただその中でタワーが、やっぱ打撃強いんでどんどん圧かけてって、右のパンチとかめっちゃ速かったよね。ただその中でウォーカーが、組みつきに行って、いや、しつこいよね、やっぱり、ボルバルター・ウォーカー。お兄ちゃんとなんか全然スタイル違うなというか、本当に兄弟みたいな感じで。で、組みに行って、なんとか背中つけさして、で、そっから最後、あれか、パウンド打って、で、最後あれか、アシカンか。 ウォーカーがね、最後足感決めて、1ラウンド1本勝ち。ジュニアタファね、まあ一応タップはしてなかったんですけど、めっちゃ叫んでたよね。う <laughs> みたいなね。すごい叫んでたよね、ジュニアタファ。あれは止められるよね、っていう。<laughs> うん。まあしゃーないよね。タップもしてないし、えー、バーバルタップって言うんですか。口頭でのタップも一応してはいないと思うんですけど、まあ怪我しちゃうしね、止めるよね、そら。 やっぱなんか打撃でね、ボコボコにされてる時とかも、まあ、レフェリーストップってあるように、足関節とか、まあ、サブミッションでもね、危ない時は空は止めるよね。タファーもその後、そんな抗議とかしてなかったっすもんね。それが全てというか、ただその後の空気感、地獄でしたけどね。なんかね、タファーが地元ってこともあって、そのウォーカーへのブーイングも止まらずみたいな。中指とかも立てったし、あれも良くなかったよね、ジュニアタファー。 ほんとよくないあ、ピンタもしたか。ピンタして、で、最後、あの、レフェリーに手あげられるときに、中指も立てててみたいな、結構最悪なことしてましたよね。やっぱ、タワ君、打撃強いけど、もう組み技があっていうね。寝技になんがありすぎるべっていう、そんな感じでしたね。で、ウォーカーとしたらそこついただけだし、まあ、ちゃんと MMA しただけっすよね。で、これ、ジュニアタワ、下手したらね、リリースもありえますよね。あの、愚行は。 試合は面白いんでいいんですけど、USC 来てからやっぱあんまり戦績も振るってないし、なかなか厳しい試合になりましたね、地元で。で、続きまして、タイトイバサ、バーサス、ジャルジーの法然ストライク。まあ、この試合はね、初めに打っちゃうともう、超塩試合でしたね、マジで。ふん、お互い全然手数出さんみたいな。まあ、でも法然ストライクのゲームではありましたよね。序盤から法然ストライクがインローとか蹴ってって、右のかぶせとかも良くて、 で、トゥイバサはとにかく慎重で、全然手数出さない。まあ、お互い少なかったよね、手数が。で、ホーストライクはね、ストレートがほんと綺麗で、でもその中でね、徐々にトゥイバサが強めてって、強めたんですけど、お互い言うことは全然ないっていう。1ラウンド目最後の方も打撃の工作あってみたいな。まあでも1はホーストライクが取ったかなって感じで。で、2入って、ちょっとずつ細かい打撃が増えてきた両者。打撃の工作はね、やっぱ危ないよね、ヘビー級なんで。 一発当たったらもう終わるっていう、まあ、その世界観だよね。でもやっぱ近距離の回転はトゥイバサの方が速いように見えましたけどね。結構なんか危ないタイミングがあったように見えたんですけど、でもホ然ストライクの左フックかな、その中で入って。で、トゥイバサちょっと聞いてみたいな。ワンツー速いよね、でもトゥイバサ。ただその後自分で蹴ったローキックで自爆して足痛めたんかなって思ってたんですけど、あれよくよく見たら足じゃなかったっぽいっすね。なんか指というか。 でも蹴った瞬間めっちゃ叫んでましたよね。解説の人が言ってはりましたもんね。でも小指をなんかタンスの角にぶつけたみたいな。まさにそんな感じだったんかな。まあその後すぐね、なんとかなってましたもんね。で、法然ストライクはね、これチャンスやと思って考ガえンガンたんですけど、うん、あまりにも簡単にトイバーサが戻ってくるんで、なんもできずみたいな。2ラウンド目もまあ、法然ストライクかなっていう。で、3入ってからやっぱトイバーサー普通に動いてて、 もう圧かけてってっでストライクはジャブをいいていくとでトゥイバーサ左フック結構狙ってたんですけど全然当たらなかったっすよね。当然ストライクがもうそこにはいないというか距離掌握が完全にできてたというか。で当然ストライクも流してたもんね最後らへん。もうこれポイント勝ってるっしょみたいな感じで左ジャブもう徹底的にジャブ当ててアウトボクシングみたいな。確かにトゥイバーサの攻撃当たってなかったもんな。うまかったね。 俺コントロールしたっしょって感じで、法然ストライク3-0で判定勝ちかと思いきや、まさかの割れるっていうね。びっくりしたね、本当に。そんなことあるって思ったけどね。普通に法然ストライクがもう全ラウンド掌握したように私には見えたんですけど、一人30対27トゥイバーサーいたよね。どうなってんのっていう、同じ試合見たとは思えないなというか、30対27はちょっとどんだけひいきしても無理なんじゃないかとか思いつつね。 2ランド目の内容はだって、誰が見ても法然ストライクにつける内容なんじゃないか。まあ、百歩譲って、一、3にトゥイバサーに入れるんだったら、ま,あ、まだわかるよ。二の流れはもう完全に法然ストライクでしたでしょう。うんでしたでしょう、本当あれはびっくりするよね。老若男女。もうそこら辺のおっちゃんに聞いてね、見せても、これこの黒人の方が勝ってるんちゃうかって言うと思いますけどね。びっくりしたな。 やっぱホーゼンストライクさんはね打撃スキルピカイチよねあのかつてのフランシス・ガヌー戦かあの時ガヌーがね、まあ、ぶん回して突っ込んできて理不尽なまでにねしばかれてしまいましたけどあの時もちゃんとカウンター合わしてたもんなやっぱ上手いなっていうホーゼンストライクなんかそのホーゼンストライクのうまさが見える試合ではあったのかなとそう思いましたねで続きましてマテウス・ガムロット VS ダン・フッカーフッカーはねとにかく最初に言いたいのは 入れ墨が増えすぎ何あれ前の真っさらだったフッカーちゃんどこに行っちゃったのっていうね、感じでしたね。うん。でもこの試合はすごいいい試合でしたね。ベストバウトというか。序盤は結構お互いプレッシャーの掛け合いしてて、どっちもなんか前に出てみたいな感じで。ガムロットの方が結構パンチ振ってましたよね、序盤。あれすごい良かったと思うんですけど。でもフッカーもね、三日月蹴りで結構迎撃してて。 ええなあと思いつつ、でも蹴り足掴まれるんちゃうかなと思ったら、やっぱ案の定掴まれて、でガムロットがテイクダウンして、足掴んで立てないようにしてましたよね。でもやっぱフッカーも立ち上がるのうまいよね。すぐ立って、で立ってからすぐにね、ガムロットに圧かけるの、あれ素晴らしいよね。全ストライカーがやるべきムーブというか、テイクダウン取られた後、立った後にどうするかっていうところで、フッカーがまさにお手本のような戦い方をしてくれたなというか、まあ、ガンガン圧かけてって、 でもなんか行き過ぎたところにガムロットの右のショートフックが当たって、ちょっとフッカー腰が落ちてみたいな。で、下になってガムロットが結構パウンド派手に打ってったんですけど、でもそっからね、フッカー終わらず立ち上がって、で、また前行くんですよね。あれ素晴らしいよね。で、今度は逆にフッカーの左フックかな。それでガムロットダウンして、こっちの方が結構ダメージありそうな雰囲気でしたけどね。ガムロットの方がダメージ折ったように見えたかなっていう。 で、フッカーはまとめようとするんですけど、ガムロットは組んでごまかしてみたいな。そんな感じで、1ラウンド目はね、両者ともにまあ見栄えのいい打撃を打ち合ってみたいな。わからんけど、私ならマストならガムロットかなと、そう思いましたね。やっぱ、組でコントロールしたポイントもあるんで、そこを入れたらまあガムロットかなってラウンドでしたよね、1ラウンド目。で、2ラウンド入ってからも、やっぱフッカーはね、ガンガン行くんだよね。こっからもガムロットあんまり圧かけれなくなりましたよね。1ラウンド目の最初の方とかはね、結構打撃で。 どっちもなんか圧かけ合ってる展開だったんですけど、まあ、2位3位はもう完全にフッカーが前に行く感じでしたよねでそのフッカーは蹴り足を掴んでガムロットはテイクダウンするみたいなで2ラウンド目なんでも最初はねサイドを取ったりとかしたんですけどでもフッカーがうまく立ってで立てば圧かけるあれがとにかくいいただガムロットもタックルに入るしかしあんまキープもできないみたいなでガムロットがね無理やり組みついてくるところにフッカーが肘回しててあれも良かったよね 今のなんか MMA の採点基準だと、あっちの方がポイントつきそうだなって見てて思って。ガムロットもバテてて、で、フッカーはそんなバテてないように見えましたね。で、2ランド目はフッカーかなっていう。で、3ランド入っていきなりガムロットが組みに行って、で、フッカーもそこにね、忍者ジョークとか合わせようとするんですけど、まあさすがのガムロットさん、回転して逃れてみたいな。いや、でもガムロットずっときつかったよね、3ランド目。スタンドでやっぱずっとフッカーの圧が強くて、 ボディ打ちとか、三日月蹴りとか、あと顔のフック系のパンチも結構入ってて、ガムロット、スタンドではもう結構きついって感じで、で、タックル行くんですけど、切られる。で、打撃の工作から組むんですけど、また切られる。キープできない。フッカーの打撃の見栄えがね、とにかくいいなって感じで、私的には3段目もフッカーかなっていうところで、29対28、ダウンフッカーかなと思ったんですけど、これも割れてましたね、まさかの。うん、割れる内容かなと思いつつ、まあでも割れるか、とも思いつつ。 難しいよね案外なんかガムロットの組とか評価するんだなというか不思議っすよね何でしょう普通まあ確かになんかグランドコントロールでいうとガムロットなんですけどでもフッカー肘とか当ててるじゃないですかダメージっていう観点でいうとそっちかなっていうところで普通にフッカーが3-0で買ったんかなと思ったんですけど割れててねちょっと難しいっすよねだから判定がいやでもこれ個人的にはびっくりしましたね ガムロッドはやっぱ絶対パンチはもらうと思ってたんですけど、なんだかんだ組でコントロールしきってね、サンゼロというか、全ラウンド取って勝つかなと思ってたんですけど、やっぱフッカーの根性ファイトがやばいよね。あのフッカー相手にやっぱ1ラウンドで決めきれないと結構きついんかな。なんかそんな感じするな。案外フロランド行ったら結構厳しい説がフッカー相手だと出てくるよね。マカジェフとかも1ラウンドで決めてたもんな。 あと誰だったっけフェザー級であったアーノルド・ドアレンとかもそうか。みんな大体1ラウンドで決めてるもんな。1ラウンドだったっけちょっと間違ったら申し訳ないなちょ。違うかもしれないんで。違うかもしれんって言っときます、アルカジメ。マカチェフはでも1ラウンドで決めたよね。あ、すごいよね。根性ファイトに持ち込ませずに先に決めるみたいな。そういうのもやるんだっていう。で、ここに来てなまたフッカーが帰り咲く。トップ戦線に帰り咲くのもいいよね。熱い。熱いよ、すごいよ、ここに来て。 これができるんだなっていう私ショート動画の方のね勝敗予想動画でダウンフッカーはなんだかんだトップ5には行けないんじゃないかみたいな偉そうなことのたうち回ってたんですけど失礼しました本当にあなたは全然トップ5に行ける器でしたすいませんで続きましてこれがセミカイカラフランス VS スティーブ・エルセグこれねエルセグが持っていくかなと思ったんですけどカイカラフランスうまかったね うまいというか強いというか一発をものにしたというかまあ序盤結構お互い慎重ででもカイからフランスのね飛び込みのパンチとか序盤からずっとでもエルセグもカウンターすげえ良くてあとアッパーとかも良かったよねうんあれも結構効果的でエルセグの方が打撃自体は効果的に入れてる的確に入れてるのかなと思ったんですけどその中でまあ再三見せたカイからフランス飛び込みワンツーじゃなくて右から入りましたよね 右を取りにして最後左フックそれでエルセグダウンしてでそっからね完全に効いてたエルセグにパンチまとめてフィニッシュカイカラフランス1ラウンド KO 勝ち読いやお見事だったよねやっぱエルセグボクシングうめえなって思ってた矢先の出来事というかこれがあるよねやっぱ MMA はカイカラフランスはパンチ伸びるなほんとリーチすげえ長いもんな右を取りにするのかっていうで左でズドン よかったよね、あれ。エルセグはそれにしても連敗か。再起戦ね、難しいよね。誰とやるんだろう。一気になんかバーンって行き過ぎたがゆえに、次誰と組むか難しいもんであるよね、エルセグ。パントージャからのいからフランスだもんな。うん、誰だろう。まあ、でも解説で鶴谷礼がね、ちょっと偉そうなこと言ってはったんで、鶴谷礼とやったらいいんじゃないかな。エルセグ、連敗きついっすよね、みたいなこと言ってたけど、お前じゃ勝てんのかよ、みたいなね、こと思いつつ。 いやでもちょっと負けてほしくないな。エルセグに当てたらさすがになんか負けちゃう気がするな、鶴やれもうちょい下積みしていこう。まあ、鶴やれはやっぱね、次も普通にランク外の選手になると思うんですけど、そこで買ってもろて、どうなんだろうな。平達郎路線でいったらね、また2、3戦ぐらいはランク外の選手とやりそうな気もしますけど、どうなんだろうか。うん、後々ね、エルセグとかと絡む機会もあんのかな。 つれあれは見た感じなんか、打撃がね、平達郎と違って、そこまでめっちゃ伸びてる感じがしないんで、まだなんかこのクラスてやり合うのは、結構厳しい気もするんですけどね、スタンドでやられちゃいそうな気がするというか、わからんけど、ま成長スピードがでもめっちゃ速いかでも、若いもんな、うん、若いからわからんわ。でもまあね、 このレベルに今パッて急にいってもあんま勝てるイメージはないかなとはちょっと思いましたねやっぱもう少しあと1年後ぐらいとか1年経てばなんか一気に変わってそうだなそこにまた期待したいっすよねでそれまでに平達郎がチャンピオンになるかならないかみたいなそれによってねなんか日本の MMA の未来は結構大きく変わりそうっすよね平達郎が取るか取らんかで大きく分岐しそうななんかそんな感じがしますね朝倉か,かい 朝倉海は知らんよ。うん。いきなりタイトルマッチはないでしょう、多分。だってあれっすよね、USC307、ペレイラの防衛戦とあと女子バンタム級のタイトルマッチ決まってましたもんね。ってなるとそこにね、パン当ャー入らないって考えたら、朝倉海はね、タイトルマッチじゃないんじゃないかなって思ったんですけどね。結構先まで決まってるよね、だってナンバーシリーズ。306、307、308ぐらいまで決まってるよね。 違ったったけ308がトップリアホロウェイだよね多分あれちゃうかったっけどうだったっけそうだよね多分次入るとしたら309でパントージャー310かもしれないですけどそこら辺で来るとしたら朝倉が今ファイトキャンプやってるってことを聞く限りないんじゃないかなパントージャーとのタイトルマッチいきなりは普通にランカーとの勝負になりそうなそんな予感がしますなでいよいよメイン ドリカス・スデデプレッシーサイスラエル・アデサーニャまず、アデサーニャのね、スパッツーすげえかっこよかったね。何あれ、あのデザイン。オリジナリティ溢れる感じ。いいね、あれ。で、試合はというとね、まあ、結構慎重でしたね、お互い。デュプレッシもなんか、いきなりそんないかんというか、まあでもあんな感じか、デュプレッシはいつも。アデサーニャが結構慎重だったんかな。まあ、アデサーニャもいつも慎重か。まあ、お互いじゃあいつも通りか。あんな感じだ。 アデサーニがでも結構蹴りでリズム作ってましたよね、序盤から。で、ドリカス・デュプレッシーは飛び込みパンチを打っていくみたいなで。とにかくアデサーニのローキックが鋭くて、ミドルも結構入ってましたよね。で、スイッチしまくってみたいな。なかなかね、デュプレッシーも的を絞れないみたいな感じ。でもやっぱデュプレッシー、飛び込みパンチがあれ良かったよね。パン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 ってまとめていくんで、まあ、軽くでも当たってましたよね。あれがやっぱね、最終的に布石になってたんじゃないかなっていう感じ。 でも1ラウンド目はね。まあ、アデサーニャかなっていうラウンドで。で、2ラウンド入ってから、まあ、アデサーニャがいきなり蹴りに行って。で、デュプレッシュもね、なんか回転蹴りとかやり出して、<laughs> 全然蹴れないなとか思いつつね。でもそん中であれっすよね。アデサーニャが打撃でちょっと前がかりになったところに、デュプレッシュがカウンターでタックル入って、まあ、あれドンビシャでしたよね。で、テイクダウン取ってバックについて、チョーク狙ってみたいな。あれかなり惜しかったっすね。うん、ただめっちゃ力使いましたよね、デュプレッシュ。 アデさんに透かされて立たれた後もうね明らかにバテてたよねでもねバテてからがデュプレッシ劇場感はあるよねいつもなんかバテてから長いというか序盤から口開いてるけど結局最後までいくもんなそれでうんしつこかったよね2ラウンド目もでもデュプレッシがね明らかにバテったんでアデさんら結構まとめたりとかしつつうーん微妙なラウンドでしたけどまあでもねこのラウンドはデュプレッシかさすがにうん私 X ではね アデサーニが取ったんじゃないかなとか思ったんですけどまあ冷静に考えたらディプレッシュかさすがにバックチョークのニアフィニッシュもあったし、まあ、最後の方もね組みついてたしねで3ランド入って、ね、アデサーニが圧をかける展開でまあ蹴りが鋭かったよねでボディへのチラシも絶妙でよかったよねもうバテてるディプレッシュにボディ打ちをチラしていくっていうね鬼の所業でしたよねでディプレッシュはどんどん手数が減っていったように見えたんですけど でもあの飛び込みパンチは結構当たってるんだよなっていう。ずっと当たってるっていう。で、やっぱアデサーニャはボディ打ちとローキックが良くてみたいな。顔にはあんま当てれてないなっていう。うん、デュプレッシュはね、疲れてるけど手数出せよね。でも3ラウンド目はアデサーニャかなって感じで。で、1、2、3終わって、いよいよ4ラウンド目かチャンピオンシップラウンド。打撃の攻防の中でね、デュプレッシュがタックルいったんですけど、アデサーニャはそれも一発目は切って、 で、その後ボディ打ち、アッパーとかも混ぜ出して、もういよいよね、これ翻弄しだしてるで、みたいな。やっぱ打ち合いになってももうアデサーニアのパンチの方が捉えてるな、っていうところで。で、このまま終わってまんかなと思ったんですけど、その中でディプレッシがね、圧かけて、左奥かな。あれをちょっとテンプルっぽいところに当てて、で、アデサーニの多分キーだと思うんですよね、あれ。で、なんか背中向けちゃって、そこに組みついてって、ディプレッシが。で、一瞬でチョーク決めて、ドリカス・ディプレッシ、4ラウンド1本勝ち。 いやリアしてた時はね、アデ出澤には何したのと思ったんですけど、冷静に振り返ってみると、その前のパンチが効いてたんかなっていう感じでしたよね。でもなんか結構背中向けるなってのもあったし、うん、何なんだろうな。なんかアデサーには全体的な体のバランスが悪くなってるような気がしたな。打撃のキレとかあるんですけど、なんかもっとシャープだったというか、なんていうのスキル自体は、 上がってると思うんですけどキレがなんか減ってるような減ってるっていうのはキレってキレがなくなってってるような気がなんかしましたねんで負け方的にもねまあ逆転負けっちゃ逆転負けかこのまま行くかなって感じだったもんなどうするんすかでもアデサーニャ35歳ですもんねやっぱストライカー徐々にキレなくなっていくしやっぱりなんかバランスあんま良くなかったような気がするんだよな結構ね デュプレシーの飛び込みのパンチでケージにバーンってなんかもたれかかったりとか普通に転んだりとかもしてたしあんま良くなかった気がするんだよなああーでもどうだろうな要所の打撃のキレはあったか分からへんなちょっとまあでもデュプレシがね一方的に疲れてるように見えてアデサーニャも同じかそれ以上に疲れてたのかもしれないっすねま組まれたもんなだってでそれ組みを解除するために結構力使っちゃってたのかもしれない やっぱずっと打撃戦だけだったらね、やり合えると思うんですけど、ずっと。組が混ざるとね、疲れるってのがあって、それがあったのかな。最後は割とあっさり決められちゃったもんな。うん、でね、阿出ーには、今後も俺やってくぜって言ってましたけど、誰とやるんだろうな。今後やるような相手って、今上がってきてるチマエフとか、あとはね、もうこれまで負けたストリックランドと、まあ、今回デュプレシーそんぐらいしかいないよね。他誰かいるっけあんまパッとせんよね。 で、今日見てて思ったんですけど、これ、チマエフとデュプレッシーやったらどうなるんですかねなんか結構、チマエフって、デュプレッシ、ー天敵なんじゃないかなというか、組でまず勝てるか分かんないじゃないですか。で、めっちゃスタミナあるし、デュプレッシー。で、なんだかんだね、やりきるし、最後まで。で、タフだしね、結構きついんじゃないっていう、チマエフの得意技で、ね、逆に削られて負けるみたいなのもありそうだなっていう。 まあその前にウィテカー戦ありますけど、チマエフ。そこ超えたらやっぱチマエフ次期挑戦者っすかね。で、次、デュプレッシュはストリックランドとリマッチとかやりそうだし。だからウィテカー、チマエフの勝者がね、タイトル戦ってのが濃厚そうっすよね。その次。ストリックランドの次か。で、アデサーニャの復帰戦はその中で負けたやつの誰かとかかな。まあ、デュプレッシュストリックランド2で負けた方とかと、アデサーニアやるんかなって感じっすよね。まあ、どっちにしてもミドル級面白くなってきたよね。時代は変わったと。 ただ、デュプレッシュは、打たれ強さっていう武器がなくなった瞬間ね、一気に崩れてきそうなモロさも感じますけどね。まあ、これはパントージャにも言えることですけど、結構パントージャとデュプレッシュって、スタイル的に似てる部分を感じるチャンピオンかなと思ってて、めっちゃタフで頑張るし、いまいち強さが見えないけど、強い。にしても、そんなデュプレッシュとね、ケースダブル時代、一勝いっぱいだったソルディッチっていう男がいるんですけどね。ソルディッチ、どうしちゃったんだろうね。 ま彼は KSW 残って、そっから2年前ぐらいにワンに行って、でもワン戦績はね、0勝1敗だしね、キャリアが見事に明暗分かれたよね。2010何年ぐらいまではね、ほぼ互角だったと思うんすけどね、デュプレ氏の方はもう2020年から USC 参戦して8連勝だもんな。すげえよな、ほんと。ただミドル級はね、結局チマエフとボーニッカルの時代がね、到来すると思ってるんで、それも楽しみっすよね。 とか言いつつね、チマエフとデュプレッシュってどっちも1994年生まれなんだけどね、どないやねんってね、デュプレッシ分けっていう。そう考えるとチマエフってね、なんか結構遠回りしてるよね。あんまタイトルショットまでたどり着かないというか、まあ、ミドルではね、どこまでいけるのか、いつだって無敗の男っていうのはね、幻想半端ないんで楽しみだよね。じゃあ終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。